割れないと試合でどうしても 両者ずっとクロスガードの状態だったら下の人が判定で勝ってしまうような状況になってしまうので、必ず今日やるやり方を覚えていただいて、ぜひ試合で使えるようになってください。で、今日第1回目なんですけど、来週の時にもう一度今度はなんかこういう風にやった時にうまくいかなかったっていうところが多分出てくると思うんで、基本今日覚えてもらって、来週はちょっとまた難しいことをやりますんで、来週の火曜までぜひセットで来ていただければと思います。よろしくお願いします。まず今日3つのポイントに分けて説明していくんですけども、クロスガード取られた時の体勢の取り方、あとは今日は座ってこのままの状態でクロスを割ろうとしても相手が肘を抱えてこう抱えられちゃうと何もできずに、上の人がルーチを取られてしまうので、いかにうまく立つかで、最後立ってからの割り方ですね。立ってからこういうふうに立ち上がるとどうしてもなんか足すくわれたりとか、あとはこうバランス崩したりとかで倒れちゃうことが多いと思うんで、それを避けつついかにクロスガードを割っていくかをやっていきたいと思います。で、まず一番初めにやってはいけないことから説明したいと思います。で、床に手を置くっていうのは基本的にはアームロック取られたりとか、あとギロチンを取られやすくなるんで、基本的にはやめてください。で、そうなるとどうしても相手が近づいちゃうとなかなかこの体勢を良くするのも難しくなるんで、じゃあ今度は体勢を良くするためにはどうするかっていうと、相手がこう俺のこと引きつけに、まあ、こういうふうにされちゃっても良くないんで、されないように胸に1本手を通します。で、これで相手が起き上がれなくなるんで、でこの時に右手左手どちらでもいいんで、自分の利き手でしっかり押さえてください。で、あとこの肘を内側に向けてしまうと腕十字をこう取られたりとかしやすくなるんで、なるべく肘をまっすぐにします。で、曲げちゃうとまた相手に引きつけられやすくなっちゃうんで、基本的には相手の胸の芯に1本手をしっかり通すような形を取ってください。これ右手でも左手でもいいん で、ここを持っておけば相手がこう流そうと思っても流れづらいので、こうしちゃってると腕を流されて、あとこっちとかに引っ張られたりしてまた近づけられちゃうんで、必ず持ちます。で、反対の手で相手の腕側を持ちます。で、持ったらこれでベースしっかり取れるんで、そうするとちょっと攻めていくので、今画面の動き見れば分かると思うんですけど、引っ張って攻めるためにだと大体ちょっとクロスを外してきてくれるんで、そうしたらまあ膝を立てたりとかすればいいんで、まずはこれが一番大事なベースになるんですけど、床に手をつけたらアームロック取られたりとかするんで胸を張ります。で、胸を張る前にもし近い場合だったら床に手をつけないで相手の腕を取って頭で押さえたりします。で、頭で押さえてから胸を押してベースを作る。じゃあまずここまでやってみましょう。じゃあやってみましょう。どうぞ。そう、まずしっかりベースを取ってもらって離れないようにしてください。で、先ほど1個目の説明はしっかりしたので、今度はそこから立ち上がり方ですね。で、胸を押さえて、まあ、相手袖持ってたら袖を持ち替えて上からこういうふうに押さえつけます。で、押さえつけたら右足から立ててしまうと相手にこういうふうに救われてしまうんで、基本的にはこの袖を持ってる足から立てたいんですけど、まずこっちを例えば救われてしまった、そしたら無理にここから立ちに行くんじゃなくて、足を止めてもらって、まあ、手首とかを押してもいいし、そのまま引いて元に戻ります。基本的には持ってる手から立ちたいんで、この状態はそんなにないとは思うんですけど、一回引いたり押して戻します。で、今度は正しい立ち方やるんですけど、しっかり胸を押さえて袖を持って、あと姿勢ちゃんと良くしといて、こっちの引っ掛けてる手から左足から踏み込みます。で、広く上げちゃうと、こういう形で上げる人多いんだけど、そうすると相手に近くなってしまうから、どうしてもこういう形になって、まあ、こっからよく柔道の人とか袖車とかやったりするけど、そうすると相手が今度それだけ分かってればそのままホールドされてしまうんで、なるべく持つときこっちの足はちょっと大きく踏み込んでも救われないんで、大きく踏み込んでもいいんで、この右手で相手の胸を押さえるようにして起き上がります。で、なるべくこう開かないような感じで起き上がったら、この状態だとまだ相手の体が生きてるんで、しっかり引きつけて相手の腰を出させておきます。そうすると仮面の状態が苦しくなって割りやすくなるし、ここで足すくおうとしても若干すくいづらいし、下げてあげるとこの状態ですくわれないで済むんで、
まず立つまでやるんですけど、しっかり押さえて、まあ、そのまま先に腕取っちゃっても大丈夫なんで、左足、右足で伸ばして、この状態、もうここだとほぼほぼ割れてるから割れやすいんで、まずポスチャーをしっかり作る。で、袖を持ってる方の足から立てて起き上がりで、しっかり伸ばしてあげる。じゃあここまでやってみましょう。するという形になると、このポスチャーを作って立ち上がった後に、この状態からこういう感じでやりすぎちゃってる人が多いんで、基本的にはちょっと反り上がるのはいいんです、伸ばしたいんでこうしたいんだけど、あんまり反りすぎるとこっち側にバランス悪くなっちゃうから、基本的にはこれをこう引っ張ってそのまま上に上げる感じにしてもらえると体勢が良くなる。あんまりこっちに行きすぎると、逆に言うとちょっと割りづらくなっちゃうから、そのまま立って引っ張ってあげるような感じで大丈夫なんで、あとは何回もやることによっていかにこうスムーズに立つか。で、たまにこの足首こういうふうに立ててる人がいるんだけど、足のつま先、つま先立ててても別にいいんだけど、ただつま先立てるとちょっとこっち側に引きつけられやすくはなったりするんで、あとスイープが若干変えやすくなるから、ベタッと座ってた方が下半身が安定するから相手の技を食らいにくいっていうメリットがある。だけどこれつま先上げてると、まあ押しやすいっていうメリットもあるから、一概に絶対ダメとは言えないんだけど、まずはもう完全にべったり座って立ち上がるんですけど、立ち上がる時ももうこのまま1で立ち上がってもらって、この時にお尻上げてからこう立っちゃうと、どうしてもこういうふうにバランスが悪くなっちゃうんで、しっかりポスチャーを作ってここを利用して1でしっかり踏み込むような感じ、2で上げて、この手は相手は起き上がってこれないんで離して大丈夫なんで、離して袖を引き上げて、しっかりちょっと、まあ、気持ち下半身は出したいんで、反り返るんではなくお尻をちょっと出すような感じで、じゃあやってみてください。次に3つ目のポイントまでいくんですけども、あんまり焦ってやらなくていいんで、早くやればやるほど雑になってしまうんで、別にしっかり取れるところを取ったら、あの焦んなくていいんで、袖を持ったらこういうふうに早めにやろうとしないで、ゆっくり落ち着いてやってもらってあげます。もうこの時点でだいぶ割れてきてるんで、そしたら今度この足を下げてあげることによって、今もう割れましたけど、相手のクロスがきつかったらこの状態から横にあることによってここに空間ができるんで、そしたら押すときによく見かけるのをズボンで押しちゃうと、どうしても脇が開きやすくなるんで、そのまま脇を締めて下に押し出してあげます。で、まあ、そしたら相手が指とかしてきて逃げてくれるんで、そしたらズボンを持って横まで回ってトリアナでパスします。しっかりまずポスチャー作って、まあ、相手袖持ってきたらでかい手でもいいんで持ちます。で、左足、右足でしっかり姿勢を良くして、でこの時足すくわれたりしない、もう下げちゃえばすくわれないんで、ゆっくりでもいいんでしっかり下げる。で、下げてここに空間が出てきたら押します。下げて脇を締めて、で相手が下がってきたら、まあ反対だったら反対でいいんで許します。じゃあやってみましょう。されたら立ち上がって割るんで、まあ、よっぽど 体格下がって立ち上がれない場合とか、まあ別の技やるけど、基本的には同体格だったら立ち上がった方がもう本当に割りやすいんで、相手とか、まあ、例えば袖とここを例えば持たれたら下回であげればいいだけなんで、持たれたら左足、右足伸ばします。でこの手があったら切ってあげればいいし、ここで軽くすくわれてたらしっかり伸ばしてれば払えば外れるんで、そしたらしっかり割ってズボン持って回ってじゃあもう一回すみません、しっかり
胸を押さえてもらって、まあ、ここでこういうふうに、ちょっと話します。こういう感じでやってると、まあ、相手どっか持ってきたりしたらもう争って、ここでいいとこ取られないようにしちゃえば、すぐ立ち上がれるんで、引いて、伸ばして、引いて、終わります。で、息してきたら、ズボン持って、さばいて、パス。じゃあ、そこまでやってみましょう。しっかり覚えてもらって、うまく立ち上がれないのを見てれば必ず分かるから、なんか自分でこの手とかを例えばこういう風にしてればどうしても上がれないし、ちゃんとこれをまっすぐしてそのポスチャーをしっかりしないと、絶対基本的にこの状態から立ち上がろうとするとこういう風な形になってしまうのはもう目に見えてるから、やるときとかでさっき言ったみたいに上げちゃうとすぐまた引きつけられてこんな風になっちゃうから、基本的にはしっかり安定した体勢を自分でポスチャーをしっかり作ってから上げる。例えば、まあ、こういうふうにしてたらすぐ取ったらしっかり取ってあげて、上げてくれれば、そうするともうこの状態で救われても本当にほぼほぼ何もされないから、これ離しちゃうとすぐどん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 違う技とかこういうふうにバランス悪くなっちゃうので、せっかく持ってる手は離さない。逆に言うと持ってなかったらやっぱどうしても怖いからあんまり立ち上がらない。でよっぽど安定してる人だったら持たないで立つ人もいるけど、それはもうもともとバランスがいい人じゃないと無理だから、しっかり持ってあげれば、とりあえずここが命線になるから、これ持ってれば下の人が攻めてきても何もできないんで、適当にすぐ引きます。もうあんまり別にバランスもいいから、あとはもう割ってあげれば次にいけるんで、じゃあやってみましょう。で今説明したけど、基本的には立って割る方が基本的に割れやすいんで、そのためにはやっぱり普段の練習から立ち上がらないとどうしてもリスクが多少あるけど、自分が負けることを考えたら立たないとまずいんで立ってほしいんですけど、その時に今度この状態から相手が強くて割れない場合に見てると、この下げるっていうとこのまま足を下げちゃう人がいるんだけど、そうすると今カメちゃんの時に下がってくれたけど、これだとあんまり空間ができなくて、ちょっとこの腰を横に下げてくれることによって、この空間がこのまま足だけ下げてるだけだとどうしても正面のままで下がらないから、ここをちょっと半身に、たぶん横を向きすぎちゃうと良くないから、ここのラインをちょっとずらしてあげると多少空間がこういうふうに出て下がってくるんで、この状態引っ張ったままずらして、もうこの状態で何もしなくても落ちてくるのと一緒で、そうして割っていく。まあこのまま相手が動かなかったらそのまま膝とかついて違う感じでパスしてっても大丈夫なんで、じゃあやってみましょう。しっかり流れを追ってもらって、ほんとしっかりベースを取って胸を張るのが大事ね。ここだと例えばさっき言ったみたいにここを置いたまま押さえてもいいですし、例えばこれ柔術やってますけど、まあ、総合とかでも殴りやすいポジションになるし、ベースがしっかりしてれば相手に攻められなくなるんで、でそれを持ったらしっかり取っていきます。でこの状態から足を下げて、でだんだん割ってくるともうこのくらいで下の人がエビをしてきてくれるんで、すぐズボン持ち替えてそのまま膝をつけないようにして流して横まで回ってもらって、最後しっかり手を首を枕にしてもらって押さえ込んでもらえるとしっかり押さえ込めるんで、そこまでちょっと丁寧にやってみましょう。どうぞ。じゃあ今度普通に、まあ、フルスピードの感じでやります。こうやって相手が、まあ、袖とか持ってたら、まあ、例えば手を持たれたら入れ替えて立ち上がります。で切ってしっかり胸を張り下げて、で割って相手が下がってきたら流して、じゃあやってみましょう。どうぞ。